はい、じゃあ、ハローです。はい、今日僕はですね、どこにいるかと言いますと、アメリカのですね、テネシー州、ノックスウィルという町に、はい、今やってきてます。はい、いや、テネシー州もクソ暑いですね、マジで暑い。はい、そしてですね、ノックスビルのですね、の中でも特にどこにいるかと言いますと、今ですね、テネシー大学という、はい、ユニバーシティオブテネシーというですね、まあ、かなりこう名門の、まあ、超有名 なんかこう、はい、私立大学に来てるんですけど、いや、めっちゃでかいっす、テネシー大学。はい、めちゃくちゃでかい、マジで。あのですね、多分後ろ全部これキャンパスだと思うんですけど、はい、でさらにですね、ここにはですね、クソでかい、バカでかいですね、はい、スタジアムがあるということで、これ全てですね、多分大学の、はい、所有物ということで、いやーマジでかいですね。はい、なるほどね、こんな感じですか。ということで、今日ですね、せっかくですね、テネシー州、まあ、ノックスビル来てますんで、なんかこうノックスビルにですね、まあ、関係するというか、はい、テネシー州に関係することをですね、ちょっとこう急遽、はい、まあ、語り動画ということで、はい、ちょっと試みとしてやってみたいと思います。はい、でですね、まあ、何を喋ろうかなということでなんですけど、最近ですね、オッペンハイマーという、はい、映画が公開されているのをご存知でしょうか。はい、オッペンハイマー、まあ、おそらくですね、好きな方は、まあ、もうすでにチェックされている方もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、オッペンハイマー、まだ僕はですね、見てないんですけど、まあ、多分どういう映画かと言いますと、おそらくですね、オッペンハイマー、ほら、まあ、これ人の名前なんですけど、オッペンハイマーさんはですね、例の、アメリカがほら、第二次世界大戦、太平洋戦争中にですね、マンハッタン計画という、まあ、要は原子爆弾をですね、まあ、作るこう計画の際に、そのですね、科学班というか、技術科学部門の、まあ、実質的なこう指導者というか、まあ、リーダーになったのがそのオッペンハイマーさんだったわけなんですけど、はい、まあ、だからその人のですね、こうなんだろうな、まあ、電気的なおそらく映画なんじゃないかなと、はい、思います。ということでですね、まあ、そのせっかくオッペンハイマーさんの、なんだろうな、映画も公開されているということで、そのまあマンハッタン計画、実はですね、このテネシーめっちゃ関係してるよということをですね、喋っていこうかなと思います。はい、いや、一見するとさ、いや、なんでってなるじゃないですか。はい、いや、突然なんかオッペンハイマーの名前出して、どうした、おい太郎みたいな感じなんですけど、まあですね、順を追って喋りますと、まあ、もしかしたらですね、世界史とかほら、まあ、習ってる方でしたらですね、テネシーって聞くと、まあ、まあ、ちょっとこうピンとくる方いるんじゃないかなと思うんですけど、このテネシー大学はですね、テネシー川というですね、まあ、言ったらめっちゃでかい川の、まあ、ちょっとこうほとりに立ってる大学なんですけど、まあ、このテネシー川、はい、このテネシー川がですね、非常にこう重要な川でして、ちなみにですね、この今後ろに、はい、こう映ってますね、ここに映ってます、はい、これテネシー川です。はい、これはですね、まあ、東の、テネシー州の東にはですね、アパラチア山脈、まあ、この向こう側にですね、アパラチア山脈という、はい、まあ、地理で習った方もおられるんじゃないかなと思うんですけど、そのアパラチア山脈から流れていってですね、まあ、最終的には、ミシシッピ川と合流するという、まあ、そういうですね、まあ、川になるんですけど、このテネシー川にですね、ほら、アメリカってほら、1929年にですね、あ、Thank you、いや、OK、はい、なんか絡まれましたということで、ほらアメリカ1929年にですね、例のほら、世界恐慌、はい、世界恐慌が、発生したじゃないですか。はい、でその時にですね、まあ、こう全世界、まあ、不況にこうあえぐんですけど、その際にですね、新しくその大統領に就任したですね、フランクリン・ルーズベルト大統領、まあ、彼がですね、まあ、ニューディール政策というか、こう積極的にですね、その、政府がまあ市場に介入して、まあ、経済を立て直そうという、まあ、そういうですね、政策を行ったっていう、まあ、それをニューディール政策というふうに言ったっていうことはですね、まあ、皆さん、まあ、知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、でその一環として出てくるのがこのテネシー川なわけです。はい、で、まあ、テネシー川ですね、結構定期的にその氾濫する川らしいんですよ。はい、ちょっと僕は知らなかったんですけど、そうらしいです。はい、でそれをですね、計画的にこう
なんていうんですかね、管理する、まあ、しようということで、まあ、ダムをですね、まあ、作ろうという、はい、でそういう、こう巨大なダムを、まあ、国営で作ろうという、そういうですね、公共政策を行うことによって、まあ、その雇用者の、その雇用を確保しようという、はい、そういう、なんていうんですかね、あの政策の、まあ、現場になったのが、まあ、このテネシー川なんですけど、はい、でその時にですね、テネシー川、なんだったかな、テネシー川流域なんとか会社みたいな、あのすみません、ちょっと正式名称忘れましたけど、あの TVA というですね、まあ、俗に言うその TVA という、会社が、まあ、作られてます。はい、これ国営 の, あの会社なんですけど、でですね、このテネシー川、まあ、あちこちに本当結構でかい川なんで、あのかなりこう流域面積いっぱいあるんですけど、まあ、いろんなところにですね、そのダムが作られてます。はい、で、まあ、そういうですね、実はそういうこう歴史の表舞台にですね、実はこのテネシー川はですね、まあ、結構関係してる、まあ、町なんですけど、で、こっからそのマンハッタン計画と関係してくる、はい、いつになったらマンハッタン計画関係してくるんだっていう話だと思うんですけど、その、まあ、今から、はい、関係してくるんですけど、そのテネシー、その TVA を作ったことによってですね、まあ、ダムをバンバン作ったことにより、まあ、この辺一帯はですね、かなりこう電力供給が安定的にこう大規模な電力をですね、いつでも確保できるようになったっていうことがまあ知られてます。はい、それによってですね、そういうこうなんていうんですか、膨大なですね、エネルギーをなんか使うような実験というのがですね、この辺でまあ行われてたということで、でその時にですね、そのマンハッタン計画も実はこのテネシー川のですね、で生み出されたその水力の、電力をですね元に行われたということ で, で実際ちなみにですね、そのこのノックスビルの、隣にはですね、オークリッジという、まあ、地区があるんですけど、そのオークリッジでもですね、オークリッジにはですね、その、ナショナル研究センターみたいな、はい、今でもこれ あるんですけど、国立のですね、そういう巨大な、まあ、こう最先端の科学研究施設がですね、まあ、あったりするということで、非常にそのでそこでも実際今でも核分裂というか核化学みたいな研究とかも、未だに行われてます。はい、ということで、まあ、実はですね、そのマンハッタン計画、はい、まあ、今映画化になっているそのマンハッタン計画はですね、まあ、このノックスビルの、まあ、特にそのこのテネシー川、はい、このテネシー川によって支えられていたということで、はい、まあ、せっかくノックスビルに来ましたんで、はい、ちょっとこうですね、急遽思いついた企画なんで、ちょっと、なんていうんですか、まあ、煩雑な、はい、説明になったかな、なってしまったかもしれませんが、はい、ちょっと試みとしてやってみましたということで、はい、じゃあ、今日はめっちゃ暑いですけど、はい、まあ、明日にはもう帰るんで、ちょっと今日最後ですね、テネシー、はい、楽しんでこようかなと思います。はい、またバーベキュー食べこようかなと思います。ということで、バイバイ。太郎でした。現場から以上です。お疲れでした。はい。